こんにちは、デリッシュキッチンです。白だしの梅あんかけうどんを作ります。梅干し1個は種を取り除き、包丁でペースト状に叩きます。みょうが1本は縦半分に切って斜め薄切りにしましょう。大葉2枚はくるくると巻き、端から切って千切りにしましょう。細ネギ2本は小口切りにします。鍋に白だし大さじ2を入れ、水 300cc を加えて梅干しの3分の1量を入れます。中火にかけ煮立たせましょう。うどん1玉を加え、表記時間通りに煮ます。水溶き片栗粉を回し入れ、とろみがつくまで混ぜながら煮ましょう。溶き卵1個分を加えて、半熟状になったら火を止めます。残りの薬味をのせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。